結論から言うと、オタクチャンネル。ワールドトリガー。ナイスネタ。単行本が出てちょっと話題になった漫画があったの知ってます？に対するみんなの反応集。よし、漫才していけ。どうも、ナイツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近、単行本が出てちょっと話題になった漫画があったの知ってます？あ、ありましたね。自分は最近知ったんですけど。そうですか。ワイルドトリガーって知ってますか？ワールドトリガー、だろ。野生に戻らないでくださいね。僕も発売日に買いに行きまして。あら、いいじゃないですか。まず表紙見ると、水上くんがいるんですよね。最近は家中の人でしたしね。Twitter のトレンドなんかにも上がりましたけども。で、彼の異名がちょっと面白い。いいんですよ。エイプリルフールにはネタにもされましたね。肉付きブロッコリー。美味しく料理されてんじゃねえか。こんちゃんか？こんちゃんにやられたのか？そうそう、こんちゃんは勝利が得意なんですよ。料理ね、めちゃくちゃ強い人みたいになってますから。単行本のおまけにある、お試しにも料理が載ってて。試食か、お試しね。その中のポテトサラダは同じ、臨時部隊にいる、カシオの好物なんですよ。発音よくしなくていいですよ。同じ、9番隊。テルヤちゃんは、ファンからデヴィ夫人って言われてて。恐れ多いわ、柿崎くんの意味穴が開くだろ。でも、水上くんの嘘を暴こうとして、返り討ちにあっちゃうんですよね。ああ、でも隠し事をした水上くんも、水上くんですけどね。まあ、格ゲーを持ち出す人が嫌いってね。ただの仮パクじゃねえか。こんちゃんはブロッコリーが柔らかくなるようにしようとするんですよ。それだと調理してるみたいですけどね。でもブロッコリーはあんまり割りたくないみたいで。だからただのブロッコリーを料理してるみたいに聞こえますから。そこにアベイルが現れるんですよ。それは強火のファンだろ。役な。それで、鉄人やらふねー、なんですけど。だから発音は良くしなくていいですよ。彼には大きな野望があって、先輩である木崎玲二君を尊敬してるんですよね。まず頭カッター。ただの石頭じゃねえか、ガンジー。誰も殺せねえだろ、スライダー。相手の寸前で弾が落ちてんな。それらをすべてマスタークラスにした、パーフェクトオウムリピーターを量産したいそうですね。完璧にオウム返しするだけのやつじゃねえか。そんなん量産してどうすんだよ。あと、三雲くんの所属する、デスは7番隊の活躍も必見で。急にお嬢様みたいになりましたけどもね。個人的には見ていて飽きませんね。まあ、みんな個性的でキャラが立ってますからね。隊長の諏訪部純一。諏訪幸太郎ね。そっちは二宮だから。おっとり関西人の沖野浩二。カプセルベッドで熟睡してんじゃねえか。沖くんね、沖くん、三雲くんと相性の悪い。あれ、誰だったかな？名前忘れちゃったんですか？しっかりしてくださいね。もう、秋野陽子。島田陽子。小野陽子。あ、香取陽子ですね。どんな覚え方してんだ。香取を入れるには渋すぎるだろ。そのラインナップ。そして、オペレーターのウイマジン、オールザピープルちゃん。小野陽子に侵食されてんじゃねえか。まどかちゃんね、無理やりすぎんだろ。ウイちゃんは書き下ろしの笑顔が話題になりましたよね。ファンの方がね、毎度、Twitter の方に上げてくれてるんですよね。ありがたいですよ、本当に。その、にちゃー、って笑顔がね。にかー、とか、にへー、とかだろ。そんな粘着質な笑顔してねえわ。いやー本当に可愛いですよね。本編じゃあまり見られませんからね。ああいう笑顔は、折り返しのゆいがくんとまいちゃん。別の話に行ってたのかよ。実はなんですけど。あら、どうしました？単行本で一番の楽しみは、カバー裏のキャラ紹介なんですよ。まあ、そこで本編にない情報とか出されて、キャラの深掘りとかできますからね。片桐隊の隊長は目力が強くて。それは片桐入りだろ。片桐隊が水死体で発見されたとこ見たことあんのか。実は、作者の芦原先生の読み売りからの有用で。読み売りは新聞ね。読み切りですよ、読み切り。その漫画の名前がルーム404。見つけられてねえじゃねえか。1を引け、1を、あ、ルーム4、マイナス1、4。どこから1引いてんだ。0じゃなくて普通4だろ、そこはよ。303だ、303。え、119、いや110か。水死体になってんじゃねえか。ボーダーで火曜サスペンス始まるだろ。入りから離れろ、入りから。一条ゆきまるくんは戦うの大好きで、作者からボトルジョッキって呼ばれてて。バトルジャンキーだろ。まだお酒も飲めない未成年ですから。彼は両手にガストっていう珍しいスタイルなんですよ。礼を抜くなよ。ファミレスになるでしょ。それだと片桐くんと一条くんは第二期東隊所属で。そうなんですよね。片桐高明、唯一係員、一条ゆきまる、武田哲也。一人海援隊入りましたよ。東山紀之の指導のもとね。その東は少年隊だろ。間違えました、東夏冬でした。季節が一つ進んじゃいましたね。春秋ね。他にも二人同じ隊のメンバーが紹介されてて、以前にゆいつかちゃんは一足先に紹介されましたからね。ピーチガーデンと任天堂ダイレクト見ました？アマゾンプライム。アマプラじゃねえわ。片桐隊はアマプラちゃんに月額料金払ってるわけじゃないですから。でも一番驚いたのはやっぱり過去隊の小早川あんちゃんでしたね。まあね、あれは驚きましたよ本当に。まさか車津田屋くんのことが好きとは。お嬢様にレンタルされてんじゃねえか。お金があるからってそれはダメですよ。それでね、過去隊の隊長の過去ちゃんと車くんは同級生なんですよ。同じ20歳ですね。確かに過去ちゃん
ンが乗って、よくドライブに行ってるらしくて。それはレンタカーだろ。車くんの感じはカーの方じゃないですから。来たる馬ですからね、まったく。車くんは読者からよく、ほっとけって呼ばれてるんですよ。ほっとけだろ、なんで急に放任主義みたいになってんだ。さっきまで大事にレンタルしてただろ。小早川ちゃんは目がちょっと不思議なんですよ。どうなってるんですかね。まあ、黒目が広いような感じでね。おっとりとしてますけど。まあ見る目があるのは確かですね。やかましいわ。まあなんだかんだ話してきましたけど。そうですね。僕、やっぱり思うことがあるんですよ。なんでしょうか。ワールドトリガーは作者の芦原先生が首を痛められてから救済することが多くなって、それでも S 級に移籍して読者のために漫画を一生懸命に書き続けてくれる。それは、とってもありがたいことなんです。確かにその通りですね。今月は約9ヶ月ぶりに新刊を出してくれました。それはきっと僕らには想像つかないような忙しい思いをされたと思うんです。じゃあ、そこまで頑張ってくれた芦原先生に僕たちは何ができるのか。花輪さんは何ができると思いますか。僕はこうして新刊をしっかりと語り合って一緒にワールドトリガーを盛り上げていくことだと思います。いいこと言いますね。これからもそれぞれのアプローチでワールドトリガーを盛り上げていけたらいいですね。よろしくお願いします。それでは今から EDF について8時間ほどお話しして。長すぎるわ。どうもありがとうございました。さすがにこれはすげえ。ヤホー漫才久しぶりに見た。花輪が勝手に話して土屋のツッコミと全然会話していない感じがちゃんと出ていてすごい。ちゃんと25巻のポイント押さえながらネタとして普通に面白いのすごいな。え、何このスレ。タレント絡めたネタ出た瞬間おおってなるくらいには普通にナイツっぽい。アズマ隊から海援隊、少年隊の流れは完全にナイツだった。ほんと思いながらスレ開いたら神クオリティで驚いたわ。ただフォーマットにそうだけじゃなくてワードセンスとか細かいボケ方まで再現してるのすごすぎ。ワートリだけじゃなく漫才もガチ勢じゃないとできない技だ。こんなところで消費されるのがもったいない才能。